はい、どうもふみちゃんです。今ね、姫路駅に来ております。時刻は本当に早朝ですね。4時20分です。今からね、ちょっと姫路から、西の方へね、さらに向かいます。岡山県内のね、三津江市駅、そして、万富駅、この2駅でね、貨物列車の撮影を以前から僕、してみたいと思っておりました。今日実施します。始発が5時29分。まだ時間がねありますが、一足早めにね、駅に到着しました。まあ、できるだけ早くホームに入っていたいと思います。はい、時刻は4時35分を回りました。まだほとんどね人がまばらな姫路駅構内です。この後普通列車岡山駅5時29分発に乗車いたします。本来この5時26分のね、三大瀬と出雲号、寝台特急の三大瀬と出雲号が先行するんですが、本日は今現在ね、15分ほど遅れて運転しているそうですね。現在4時35分をね、過ぎたところですので、本来でしたら定刻でね、走行していれば、この大阪駅を発車するところですね。はい、ご覧のようにね、まだ人がまばらな姫路駅構内です。しかしながらね、始発列車がね、発車するまでに何本か貨物列車がね、あるそうなのでね、今からその貨物列車を、始発列車まで撮影したいと思います。はい、岡山県万富駅到着しました。中線、大気線に停車中の列車は、8056番列車です。いやー、朝は冷えますね。現在の気温6度です。この時期はまだ寒暖の差がね、激しい。日中になるともうね、暑いぐらいなんですけどね。ここで1時間程度撮影したいと思います。